駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし10円ゲーム大全でーす。でね、今回はというとレトロゲームの探し方をお話ししたいと思います。なんでかっていうとね、結構ね、いろんな人にこういうレトロゲームってどうやって探してんですか、どこにあるんですかってね、聞かれることが多いんですよね。でね、1週間ぐらい前も駄菓子屋ゲーム博物館に来た10歳ぐらいの少年がね、なんか自分もゲーム持ってるってことで、で、このぐらいのレトロゲームってどうやって探してるんですかって聞かれて、まあその時にね、話したんですけど、まあその時のね、話を踏まえて、レトロゲームの探し方をね、3つのレベルでね、紹介したいと思います。あとね、駄菓子屋ゲーム博物館の特権の集め方と、あとね、特別なこうスペシャルなね、例外な探し方、この5パターンをね、紹介したいと思います。まずはね、レベル1ですね。レベル1は、まあ皆さん結構ね、ご存知だと思うけど、まあヤフーオークションとかね、まあネットオークションで探すパターンですね。まあこれがね、一番まあ、探しやすいというか、楽な方法ですよね。まあ皆さんも結構ね、探してると思うんですけどね。ただね、やっぱね、これね、最近はね、もう相場が上がってきてね、もう手が出ないんですよね。やっぱね、みんなが見てるからね、どん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 ね、競り上がっちゃうんですよね。なので、なかなかね、私も最近はちょっとね、ヤフオクとかでは入札できてないかな。昔はね、結構手頃な値段だったんですけど、もう最近やっぱね、いいやつが出ちゃうとね、ほんと値段が上がっちゃうんで、まあね、探しやすい反面、やっぱ、いろんな人がね、見てるんで、ちょっとね、値段が上がっちゃってるので、まあなかなか難しいんですけど、まあでもね、お金がある人は、まあヤフオクションがね、一番探しやすいですね。まあ初心者もね、まあ探しやすいってことで、まあヤフーオークションとかネットオークションがレベル1ってことですね。で、次がね、レベル2ですね。レベル2はね、中古業者さんとかね、そういう骨董品屋さんとかに声かけておくんですよね。まあこういう10円のレトロゲームとか、昭和のね、駄菓子屋にあったような、ゲーム、探してるんですけど、見つかったらね、連絡くださいとか言ってね、まあそういう中古業者さんとかにね、声かけておくんですよね。するとまあ、すぐにはないんだけど、まあしばらくするとね、入荷すると連絡があるっていう話を聞くんだけど、まあなかなかね、まあ中古業者さんっていうのは、やっぱレトロゲームってもう骨董品レベルじゃないですか。まあ30年、40年とかだと、もう骨董品レベルなんで、中古業者さんにはなかなか入ってこないんですよね。中古ゲームって5年とか10年とか、そんぐらいのレベルなんですよね。なので30年、40年の機械ってなかなか入ってこなくて、まあでもね、下手な鉄砲数だったら当たるじゃないけど、やっぱそうやって声かけておくことが、まあそういうね、確率を上げることになるんで、なんもね、しないと確率 0% なんだけど、声かけておくとね、まあ 1% とか 0.1% とか、でもこの確率をね、どん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 こう上げていくことが、まあそういうレトロゲームの入手につながるんで、まあね、そういう知ってる中古屋さん、まあでもね、結構ね、声かけてる人もいるんで、これもヤフオクとね、同じで、まあなかなかね、ちょっと、すぐには見つかんないけど、まあね、やらないよりやっといた方がいいってことで、まあ中古業者さんとかね、あと骨董品屋さんに声かけておくっていうのがね、レベル2ですね。で、これレベル3ですね。レベル3は私もね、結構やってるんですけど、もう自分の足で探し出すんですね。もう私何回か話してると思うんですけど、まあ動画とかね、まあテレビとかでも話してるんですけど、もう住宅地図見ながら、もう自転車でね、ローラー作戦って言ってもね、くまなくそう探して、まあ見つけるっていう作戦ですね。まあこれはね、まあすごい時間がかかるし、効率が悪いんだけど、やっぱね、掘り出し物とかが出たりするんですよね。やっぱね、自分で探すっていうのがやっぱ結構ね、意外とやってない人が多いんですよね。やっぱヤフオクの方が楽じゃないですか。やっぱ自分で探して、見つけたら交渉して、で、まあね、自分で、車でね、取りに行ったりとかするわけなんですけど、まあそこまでやってる人ってなかなかいないんで、まあこれはね、結構ね、まあ、入手できる確率が高いんだけど、でもその反面ね、やっぱもうね、私もそうだし、そうやって集めてる人が結構ね、もう探し作っちゃってるんで、まあ最近だとね、なかなか見つかんなくなりましたよね。私も、大人になってからだと、かれこれ、15年、17、18年ぐらい前からそうやって、自分の足でね、
昔のデカみたいに、昔の刑事みたいにこう足で探すみたいな感じで探してたんだけど、最近はなかなか見つかんないですね。でもね、やっぱね、他のコレクター仲間とか話してると、やっぱ自分で探して交渉してる人はね、やっぱいいもの持ってるんですよ。やっぱヤフオクとかだと、やっぱね、カーレース、キャッチボール、あとサーカス、ホームランキング、ね、この辺が出るんだけど、やっぱその辺持ってる人って結構ね、コレクター仲間からすると、ちょっとね、リスペクトがね、薄いんですよね。やっぱね、新幹線ゲームとか、まあ、ピンポンパンだとか、あとパイパイ45とか、結構レアなやつを持ってると、お、いいの持ってるねって話なんですよね。さっき話したその、1週間くらい前に来たあの10歳ぐらいの少年も、自分で持ってるんですよというか、何台ぐらい持ってんのって言ったら、2台あるんですって言うから、あ、2台何あんのって言ったら、サーカスとあとホームランキングですとか言うから、ああ、それあれね、ヤフオクかメルカリで売ってたやつねっていうの分かっちゃうんですよね。なのでその辺だと、やっぱ割と簡単に入手というか、まあ語弊があるかもしれないけど、まあヤフオクとかでね、割と出てるやつだと、ああ、あれねみたいな、ああ、カーレースねみたいな感じの話になっちゃうんで、これがね、さっき言ったような、まあ新幹線ゲームとか、とダブルアタックとかね、フットボールとかっていうと、え、それどうしたの、どこで入手したのって、こっちもね、結構身を乗り出しちゃうんだけど、やっぱね、簡単に入手できるやつと、ああ、あれねってなっちゃうんですよね。なのでやっぱね、すごい手間はかかるんだけど、自力で探して交渉とかねするとやっぱいい機会が入るんですよね。なのでね、結構昔から もうそのコレクションしてる人はね、いい機会持ってるんですよね。まあなかなか最近ね、コレクターが増えちゃったんで、いい機会がね、出てこないですよね。まあでもね、やっぱ自分のね、足で探すっていうのもね、いいんですよね。まあなかなかね、もうみんなが探し尽くしちゃって見つかんないんだけど、まあでもね、自分で探すとやっぱりね、自分で探して見つけて交渉して入手したりすると、やっぱコレクター、他のコレクターからもやっぱ一目置かれるというか、やっぱその リスペクトされるようになるんでね、まあぜひね、手間とかあと時間かかるんだけど、自分の足でね、探して交渉して入手してみるともいかがでしょうかということでね、自分で探して直接交渉するというのがレベル3ですね。あとね、まあ例外としてやっぱりね、たくさん集まってくると、その結構ね、ダブリとか出てくるんですよ。そうなるとね、あとね、この、まあ、レベル3の他の話なんですけど、ダブった場合はね、コレクター仲間とトレードっていうね、パターンもあるんですよね。まあ、これダブってるんで、そのね、自分が持ってないやつダブってるなら交換トレードしようみたいな話ができるんですよね。あ、やっぱね、これやっぱいっぱい持ってる人とか、あとね、なかなかそのダブってるのがね、ダブリ同士っていうのが重ならないんで、なかなかうまくいかないですけど、まあでもね、時々するトレードなんかも私もしてるんで、まあそういった意味ではね、コレクター仲間をね、作っていくっていうのもね、まあ自分が欲しいゲームにたどり着くの一つの手ですかね。で、これがね、トレードっていうのがね、例外パターンですね。でね、最後の一つなんですけど、これはね、駄菓子屋ゲーム博物館の特権なんですけど、なんとね、相手からね、引き取ってくれっていうね、話がね、結構来るんですよ。まあ、動画で紹介したまあパチンコ台もそうなんですけど、やっぱね、まあうちは結構、まあホームページだとか、あと YouTube だとか Twitter とかいろんな SNS やってるし、あとテレビとかにも、ね、テレビだとか新聞雑誌にも出てるんで、向こうからね、まあ言っちゃなんですけど、知名度という感じで、向こうから調べて、駄菓子屋ゲーム博物館にやってきて、引き取ってもらえますかとか、あとメールでね、引き取ってもらえますかとか連絡が来るんですよ。これがね、やっぱね、駄菓子屋ゲーム博物館やっててね、特権だなって感じるところですよね。自分で探さないで向こうからね、やってきてくれるんですよね。まあ、あとね、直接そうやって話がある場合もあるし、例えばね、駄菓子屋ゲーム博物館に遊びに来たお客さんが、地元の銭湯になんか使ってないレトロなパチンコあるから一人に行ったら、うまく交渉できるんじゃないですかとかって、ね、そういう情報が集まってきたりとか、まあ、いろんなね、情報がね、結構集まってきて、昔はね、
この駄菓子屋ゲーム博物館オープンする前はさっき言ったよね、自分の足で探してたんだけど、もう効率的にね情報だとかあと物がね集まってくるようになったんで、まあ、これはねまあ博物館やってよかったなって感じのところですよね。これね多分他のなんつうのかなコレクターさんだとやっぱ集めてるだけでそういう情報って集まってこないじゃないですか。まあコレクター同士のね情報交換をすれば情報が集まってくるんだけど、だけど博物館やってるとねそういうダイレクトにあの物が集まってくるたりとか情報が集まってくるんで、いやこれはね本当やっててよかったなって感じですね。今年もね、そういう感じで駄菓子屋ゲーム博物館の特権で、まあ、向こうから依頼があって、機械引き取ったのが、2回ありまして、その1回目が11体2回目が2体引き取ってきて、なんと今年はね、自分の足で探さないでねなんと13台もね、ゲットしちゃったっていうね、そういう特権があるのね。いやこれはね本当やっててよかったなって感じですね。まあこれはなかなかね、まあ博物館にないと真似できないことなんですけど、まあさっき話したねレベル 1,2,3 はね、皆さんできることなんでね、まあ参考にしてみて、レトロゲームをね探してみてくださいということでね、今回はレトロゲームの探し方をお話ししました。この動画ね面白かったらグッドボタンお願いします。それではバイナラランナーイバじゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポンバイ。